今日 YouTube ライブやる？明日にする？明日やるか。金曜日の方がなんかまあ、ね、いいよね。しかも今自粛中だしさ、みんな、うん、金曜はもう帰るんですよね。帰るよね、うん、飲み屋がやってないんで。いいかもしれないね、うん、じゃあ準備するわ。準備って何がいるの？パソコンとカメラをつなげて、うん、でそのカメラから、YouTube にあの動画を流すソフトをセットするだけ、うん、あ、すぐできる。そんな難しくない。明日やってみるか。そうだ、今日さ、またおじいちゃんがハマグリ送ってくれたからさ。おお、いいっすね。酒でも飲みながら食おうぜ。今日ホットサンドメーカーで肉を焼いてハマグリを酒蒸しにして。ああいいね、ホットサンドメーカーと酒をハマグリとコラボで。いいじゃないですか。いや、てか斉藤くんさ、あれ、はい、一緒の時にもらったファイバーもらってさ、靴履いてる？あれ急にその話ですか？どうあれ。いや、あれ一回履いたんですけど、なんかちょっと違うなってなって。違う？売っちゃったんですよ。え？ああ、で、なんか、でかいというか。売った？はい。売った？はい。何？結構高かったっす。嘘でしょ？はい。なんか。いくらで売ったの？89,000。おぉ。え？いくら？89,000。え、ほんとに売ったの？はい。まぁ、今月、まぁ、きつかったっていうのもあって。え？え、なんか本当に言ったの？え、マジ？え、マジなんだ。確かに金困ってるとは言っとったもんな、確かに。なんかショックだな、でも。え、本当に言ったの？はい。なんかショックだな、普通に、それは。まあ、あげたもんだから、最大限10だけどさ。まあ、なんか悲しいね、でも、誕生日プレゼントにあげたら売られるって。まあでもなんか知りたくなかったかな、俺は。隠してほしかったけど、どっちかっていうと。なんか、まあその、あげたもんだから、その、売ろうがないにしようがさ、別に、なんか自分に合わないと思ったら、別に売ってもいいかもしれないけど、なんかその本人に、なんかバレないようにするのが筋というかさ、かなって思うんだよね。てかまあでも、バレるけどね、そのさ、こんだけさ、一緒にいるからさ、でもそうですね。ないなって思うしさ、俺も絶対。まあ正直に言った方がいいのかなみたいな。いや、逆になんか金がないなら逆に相談してほしかったけど、なんかその売るんじゃなくてさ、はい、なんかやっぱさ、俺もなんか 誰にもあげてるわけじゃなくてさ、そのなんか日頃のさ、その斉藤君に感謝みたいなのも あって、なんかその気持ちであげてるからさ、うん、そういうのを分かってほしいかな。まあいいけどさ、うん、まあでもそのあんまなんかそのやめた方がいいと思うの、普通に。俺はやられるとその気分悪いから。だから斉藤君がこれから他の人に例えばもらったものを売っちゃったとか言うのは絶対やめた方がいい、うん、気をつけた方がいいと思う、それは、はい、相手の気持ちを考えた方がいいと思う。またメルカリで買うかじゃん。そうですね。まあでもいいんじゃない、なんかそのさ、はい、売ったお金でもっとかっこいい靴買ったらいいんじゃない。うん、スニーカー欲しいでしょ、だって。そうですね、スニーカーは好きなんで。いい、買えるやつでさ、いいスニーカー買ったでしょ。はい。じゃあ、まあでも、やっぱ自分でさ、選ぶのも、なんで、一番間違いない靴履くのがいいしね。それは、それでいいと思うけどね。確かに。結構考えたつもりだったんだけど、なんか、斉藤君にこれ似合うな、みたいな。考えたつもりだったけど、まあ、実際ね、まあ、履いて確かめたわけでもなかったから。そうですね。まあ、黄色はすごい、いいなと思ったんですけど。うん、ちょっと歩きづらかったというか。ああ、履き心地、うん、まあそれ大事だしね、結構。まあ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 。まあまあ。何の話だっけ？あれっすか、ホットサンドメーカー。そうそうそう。ホットサンドメーカー売れよ。お前、どっちかっていうと、売れねえのかね。確かに。お前、ウケるな。なんだ、大吉。ね。履いて欲しかったね、靴ね。じゃあ行くに行く、行くか行きますか、行くか行くか、行くか、じゃあ行きましょう。
お疲れお疲れです。カイ君、ちょっとあれ、はい、まあ、とりあえず下げましょうよ。なんだよ、あるやん。どういうこと。まあまあ、座って座って。え、本当に言ったと思ったんですか。いや、売るわけないと思ってた。そんなことする人間じゃないって思ってたけどさ。カメラもないしさ。売らないっすよ。だよな、びっくりした。いや、結構落ち込んでたわけよ。売れたかと思って、嘘と思って、あの半分ドッキリかなって思ってた。はい、だけどさ、バラさないしさ、最後まで。タッチ悪いな、あんまり。いや、ドッキリじゃないですよ。どういう反応するのかなみたいな、純粋にその、まあ、検証じゃないですけど、うん、知りたかったというか。なるほどね。その回がさ、何しても怒らんわけじゃん。だからちょっと斉藤君とそれについて話してて、どこまでやったら怒るかねっていうのを検証してみようかなと思って。いやいや、怒るよそれ。内心怒ってたよ。内心怒ってた。怒ってたっていうか、まあ、悲しかった。あ、そうですね。そうで、なんか俺全然怒らんかったねってことで、まあ悲しんでた気持ちが顔に隠しきれなかった。そうだね、寂しそうな顔してたもん。だいぶ寂しかった。いや、でも安心したよ。と安心しました。本当になんかそういうことをする人間だったと思って。悲しかったからさ。じゃあ、うん。